チャリで来るときに女子がこんぐらいまでの丈のニット、おめっちゃおっぱい大きくてめっちゃ揺れてた。どう思った？悶絶した。てかあれマジで見てまうよな。え、マジで勝手に行くもんな。男3人ぐらいポーって、あ、でも絶対多分全員見てるもんな。まあそうやな、ピョーって人目も見ないわけですよね。人目も見ないわけですよ。悶絶してますか、リーダー。それで言ったらさ、ちょっと話それるけどさ、あの男性嫌悪のない巨乳って生物要素じゃない、うん、男性嫌悪のない巨乳、巨乳ってそれで言ったらめちゃくちゃ見られてるわけやん。はいはい、はい、電車とか乗ってるだけでも多分めちゃくちゃ見られてて、うんうん、その視線も感じてるのに、うん、別に男性嫌悪ないっていう。あなんでそんな嬉しそうなんかからわからないけど、なんかいろいろわからない。それ言ってる説もわからないし、なんでこいつこんな上機嫌なんかもわからないけど。そう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 、何言ってるのかわからないこと言って幸せそうなことだけわかるけど、いや、あんまり言ってることはわかる、言ってることはわかるけど、言ってることは理解はわかるするけど、うん、それがそうとは思わないかな。てか、そんな人いるって思っちゃったけどな。どういうこと？男性嫌悪のない巨乳とかいるんかな。じゃあ全員男性嫌悪ってこと、巨乳は。まあ全員とは言わんけど、ある程度やっぱそれが強い人多い気がするけど。え、そう。いや別にけど、まあ見るよねって思ってる人も結構おるからな。あ、まあそう、うんうん、見られるの分かってるから、まあそう、こう隠し気味とかも俺やろし、うん、そう、男嫌いじゃないっていう。そうそう、だからそれだけでエロそうって思ってキャッキャしてるこいつやばいないや、そんなジロジロ見られたらもうちょっと男キモってなるんちゃうかっていう。あー、普通はな。そう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 、女の子って視覚であんま興奮せへんやな。あー、なるほどね。すごい名言残してるな、これ。え、ケイリーとの動画でなんて女の子も見たいと思えよ。あー、そうそうそう。あー、セコいな。セコいって何が、ほんまに言われることだな。こっちだけが見たがってな。てそのくせおっぱいあるのよ。見たいって思ってないんかな。いや、ちっみたいはあんまマジで思ったくない、女の子。あの造形に興奮はせんやろ、別に。でもなんか一周回ってやっぱ森かすみちゃんみたいな人気持ちすんじゃん。どんな人やったっけ。なんかめっちゃあざとい可愛いって思ってる人が100あざといことをやってくるみたいな。あー、まあ、もう気持ちすんじゃん。自分にしてくれてるっていうところやもんな。別にあざとくてもそれを繰り出す相手を選んでるやろって思うから、うんうん、繰り出された側としては別に嬉しいよね。そうなんや。確かにそれ繰り出してくれてるって話やから。うん、そうか、相手はそれ選んでるもん。うん、そう選んでるよ。カボちゃんぐらい前のめりに取りに行ってる場合は別やで。いや、あざとさ、ね、あ、そうそうそう、あ、俺に対してあざとさ出してるって思ってるけど別に普通っていう例外です。こっちをチラ見したとか。あ、そう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 、あざとってあざと言う。なるほどよ。そんな思わせぶりしてくんだよとか言うてるけど、普通っていうのはありえるけどな。ありえそうやな、うん、いやでもまたよく目合うとかやっぱね、悶絶するよな。まあ女子と目合うってあんまりいかつい話やからな、うん、分かってないね、女子は自分の目の力を。そう、目が合うだけでどれだけこっちがドキドキするかっていうのはあんま分かってない、うん、まっすぐ目見つめてくるやんみたいなあるもんな、うん、なんか近くじゃなくても遠くでもドキドキするもんね。遠ければ遠いほどでもあるからな、これは。うん、マジ遠いのに俺の方見てるやんっていう。でやっぱほんまにハバちゃんと最終的に喋ってたと思うねんけど、うん、やっぱ言葉ってその喋る人によってなんか入ってき方変わるなと思ってて。どういうことですか。なんか今の話もその普通の人が話してたらそうやんなって思うねんけど、ハバちゃんが言ってたら多分その前5秒でこいつがめっちゃ見てんねやろなとか邪推しちゃうから俺誰が入ってこへんねん言うたんだよな、皆まで女子ガードサイン系に関してはこいつの話はほんま入らへん。その際も取り違えたから50回なわけやから。そうだな、伝説やからな。カラオケとかでもやっぱ歌いながら見てきたらもう悶絶しますけど。あ、その君が好きとかの時にちょっと見てきたらそれはな、おっ俺へのラブソングかとなるよな。まあ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 君が好きだ、ね、たまたまや。そこの照明を見るかお前の目を見るかで、ね、たまたまや。女の子とカラオケって結構行ったことある？グループやったら、うん、あ、多いな。合コンの後がそう、そのパターンが多いから。グループで行って、もうあざとって思ったことある、カラオケって。結構カラオケって俺あざといの方が。あ、でもはいとか言って、こう、あ、HY とか入った時に、はいはいみたいな。マイク渡してくるみたいな。いや、ちょい消するわ、俺。え、これあざとい？
いやいや、さすがに序盤から言い過ぎかなと思って今飲み込んだ。いやいやいや、そうやな。マジ悶絶ラインやけど。マジ。いや、好きな子やったら普通に悶絶するなって思うけど、うん、自分に対して好意がうんぬんは全然思わへんかもしれない。ほんまにただ待たされただけって感じや、うん、キャラやなって感じ。なるほどね。まあ歌おうみたいな感じで言ってくる。いやー、まあ、一緒にそれをどう思う。自分に好意があるなって思う。まあちょっと思う。え、でもさ、1番でそれをパコちゃんやってきて、2番でこいつ相当やっていったらどうさ、どう、なんか悶絶すんねん、それが、うわーいって、あ、溺れちゃうんだよ、楽しそうやな、ほんまに。ええな、そっちも行くんかいって楽しそうやな。え、でもやっぱカラオケとかもうなんか常に横に座ってんなとかや、まあ、やばいな、思うのは。歌うまい子とか、新聞いいけど。まあ、わかるわかる。え、だからそれで言ったらやっぱ、うん、あーしてくるとか、確かに悶絶、あざとっても。あーね、何言わないの、二間くらいなんか食べたいな。あ、されてたよな。ちょっとごめん、想像してもらったらいい。そうしたよ。何言わない。どういう風に、もう自然にやってるってこと。パフェットと食ってて、あ、はいみたいな。普通にこうやって、あ、なんか誰か歌っててみたいな。歌ってて、歌って最中とかにこうやって、あ、あ、それはいいね。俺のやつはあざとい感じするよな。あざといな、それは。それはいい。それはどう思う。俺好きかって。いや、それはもう、さすがに。それは思う。で、なんかカラオケってそういうことを大胆にできる場所なんかなみたいな。注目が結構さ、分散されるから。確かに。飲み会とかでやったら。こっそり感もあるとか。そうそうそう。2人で。最近男女でカラオケとか行きました？団体。ないよ。行ってないな、マジでカラオケ。忘年会とかせえへんの、会社で。忘年会はしてないな。社内ではさすがに何も思わんで、さすがに。いや、まあそりゃそうだけど、うん、回されて、うわっとか思わへんねや。いや、思わんのちゃうか、マジで。はいとか言われても。え、電目渡されて、俺のこと好きやんって。電目で持ったもん。電目がそれいけたら何でもいける。電目やったの。電目の落ちなんだよ。やばいよ。じゃあもう、あ、こんなにもこんだからでもいける。こいつ下げて、ちょっと下げて。もう好きやんか、ほてってんのかな、こいつで。じゃあ、あったわ。スナック系とかで、ガールズバーとかでカラオケはこの前やったわ。ああ、そうなんや。うん、毎年行ってる、その、あ、リモートワークで行こうぜ、みんなで行って、ね、そうそうそう。もうけど、それはまた別物やからな。まあちょっと違うね、友達同士とかでもないし、うん、女の子はね、祝賀し見てくれてる子おったけどね。へえー、気づかれたわ。うん、結構おるよな、意外と。後から言われ、後出し祝賀しあるよな。うん、この前も香水買いに行ったら販売員がそうやった、この匂い買わしてくださいとか、なんか いっぱいな、アホみたいに言ってたのに。別にいいや。別にめちゃめちゃ普通や。香水買いに行ったやつの挙動や。え、なんかちょっと言って、おー、なるほどとか、なんかちょっと、いや、普通。生きてるっていうか、まあまあ普通やけどさ。お前やんか。どこ恥ずかしいの。悶絶なぁ。もうだからあんまないよな、なんか悶絶へのハードルが高まっちゃってる。あんまりそのやりとりが最近の話で言うとマジでないから。最近は無理やろ。あ、でもこの間舞台出ててめっちゃ合流遅かったのよ。うん、うん、本番2週間前ぐらいにほぼ初みたいな感じだって、うん、結構若かったからノリもみんなね、うん、だからめちゃめちゃもう輪に入るの諦めてて、まあまあしゃあないか、うん、でも一人女の子は結構こう気使って話してくれてて、これあと5年前だったら俺のこと好きだと思っちゃったけどねって思いながらやってたけどな。そういう子いいよな。そういう子いいよな、うん、彼はモテへんかったり輪に入れへんやつからしたら、うん、一番好きになるゾーンなんやけど絶対振り向かへんのな。ただの優しさやからの方。そうかそうか、気遣いというかね、うん、今はな、さすがにもうありがたいなって思うぐらいだけど、うん、気遣ってもらってありがとうございます。そこで確かに喋り返ってくれる子とかいいよな。いやいいよね、うん、だからあの弱気を助けてくれる女子は基本悶絶対象なんやな、うん、こっちもその負い目があるからさ、うん、辛さもあるやん、やっぱ、はい、そういう時って結構覚えてるし、そういう時に喋ってくれた子。うん、てか学生時代のさ、その飲み会とかでさ、今度グループで行こうやみたいな話になってて、うん、女の子がさ、例えばさ、プロ君行くのみたいな言って、お、行くつもりでって言って、あ、じゃあ私も行こうみたいな。あ、えぐいお前。それが悶絶やな。それ悶絶やわ。そうそうそう。それ言えるよ。うん。つけたな。無理。もう弱すぎて無理。
それでほんまに無理だもん。いやいやいや、いけへんかったことも全然あると思うで。マジで、うん、もしかしたら下手してこいつおもろすぎるんかもしれない。なんかいいな、さんまさんがいるんやったら行くみたいな。なんかじゃないとおかしいもん。おかしいね、うん。じゃあ向こうがちょっと人見知りタイプで、ちょっとここはなんか気心知れてるみたいなパターンもあるやん。あ、そう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 、めっちゃ整理できてるやんこいつ。このおかしいと思ったこと分析的に意識してるみたいな。ちゃんと。でも確かになんか造形で悶絶することやな最近。いやでもね、やっぱ悶絶というか本気な人は俺いいなと思うな。あー、なるほどね。本気な人って何事かにとこ、そう、何事かに喋っててとか行動でとか、うん、これがめっちゃ好きなんやこの人とか、そういう人はもうめっちゃ悶絶です。誇らしげに働いてるスタッフの人めっちゃ好きで、うん、それはもうどこどこでもカフェとかでもそうやし、たまに地方行ってカフェに行った時に、うん、なんかようわからんメニューとかがあって、うん、それについて聞いた時にめっちゃ嬉しそうに喋る人がいる。俺もそういう話好きやから、うん、ふってあれなんですか、この辺でしか取れないからみたいな感じなんですかとか、この辺取るやつってうまいんですかみたいな聞いたら、いやそうなんですよ、この辺って水がないないでみたいな、ほんまに好きなんやろなみたいな。そういうの俺えぐいぐらい刺さるんやな、うん、付き合った気持ちだもはや。なんかお前俺一回俺より危ない、俺より危ない付き合っちゃうかと思ってないけど、それはまだそうやで。付き合ってるから。いやでも最近ね、街中で俺あるわ、思い出したわ、うん、シンプルになんでか分からんけど最近な、うん、ほんまに最近メガネ女子えぐい。むっちゃ刺さる冬やね。ほんまに夏ぐらいから、春ぐらいからの兆しはあったんやけど、うん、でも子供ができて着飾ってへんけど綺麗な人に目が行くようになったかもしれん。家でのラフ着でそのまま歩いてるみたいな人、うん、そういう格好で眼鏡やけど品がある人とか、はいはい、造形とかじゃなくてなんか色気とか品がある人いて、そういう人めっちゃ最近刺さる。家庭持っておかんに近づいていたかな。俺の方がずっと眼鏡かけてたから、うん、あ、そういうこと。別にだから綺麗とかじゃなかったけど、おかんの話。いやだからほんまにな、なんか これをパッて思い出したらマジ老夫婦なんよ。あ、老夫婦にちょっと悶絶したんやけど。大丈夫か。そうやね、聞くこれ。大丈夫、そんなのなんかめっちゃ誰か泣いたりせん。安行き切なそこまで行っちゃったんか。お前らがそう思ってんねったら無理やな。一回聞くわ。一回聞く、うん、いや車椅子で電車の中に移動してあって、うん、おじいちゃん、うん、おばあちゃん、多分駅と駅の間に家が、うん、通り過ぎるときに家付近をここに駅があったらいいんだけどねとか言って、おばあちゃんが、うん、じゃあお金貯めてここに駅建ててくださいよって言って渋っと思ってちょっと泣きそうになった。泣きそうになんなよお前。それ夫婦なんや。そう、あでちょっと敬語みたいな。そう、もう渋っと思って悶絶した。悶絶。あれ、ちゃうかった。誰のニーズにって話でとちゃうと思うけど。ノウハウとか。誰が参考にできる。ないの、その店員さんでとか店に来てとか。あ、だからそれで言ったら服着て鏡に自分の姿こう見て、なんかすごいニコニコしてる子はちょっと可愛いなと思う。ああ、手出すね、やっぱ出すか。僕オーナーなんで。いやいやいや、半額切れと一緒に手間回りかかさやん。まあもうベタに言うとやっぱスーパーやんな。スーパーで普通に食材買ってる子。ああ、悶絶するんや。既製品じゃなくてね。うん、店員とかで悶絶ないな。でもそれこそめっちゃ目見てくれる子とか、店員でも。あ、レジで、うん、こいつはもうレジを超えたことがあるから一回前科があるからこれも危ないよ。なんか手掴みのわけわからん飯食いんだよな。あ、そうそうすごいよ。一発目で行くとこではない。誰が初対面の客と店員スタートのやつだからゴム手袋をつけてじゃあお願いします。飯食い始めんな。ちょっとエンタメ性あるんかなと思って。わかる、歌は分かる。うん、いやでもほんまに年々悶絶で言うとそっちになってきてるわ。あ、でもさ、やっぱ結局彼女おらん時の方がさ全て一応可能性は感じてるから、キュンポイントもやっぱ感じるんじゃない。うーん、なるほど、ね、全てにおいて。なんかそのオフの方が俺心に来るようになってきたな。スイッチオフしてる時、そう、女性がなんかね、オフってるわけでもないと思うけど、うん、ほんまのオフではないと思うけど、うん、
ちょい洋風の方がええな。泣きかけたちょい洋風思い出して泣きかけておえつ。そう言ったらだからお前なんでそんな気分感じてへんねん。お前何してんの、拾いに行くよ。何してんのってなんやねん。いやいやだってさ、既、うん、婚でさ、うん、頑張ってこう胸キュンみたいな。そりゃさ結婚系の話題の時は俺ら頑張ってるわけやんか。そうやな、うん、胸キュンお前頑張れよ。いいぞ頑張ってんけど。何だしてるよ。お前おじいちゃんとおばあちゃん途中でセットでいらんねんお前。三四個出した後のやつやろそんなん。なんか焦ってんねん俺今。焦ってんねん。いやちゃちゃちゃマジで探してこれしか出てこんかった。え急にマジでやばいな。俺めっちゃ焦ってんねん。それだけはちょっと伝えとこう。その彼自分の心の彼具合に、うん、てかじいちゃんの話しかマジで最近出てこなかった。いややばすぎるよな。あいやほんまにないわ俺マジで。多分それは街歩いててキュンってないわ。なんかその犬とかじゃないもんな。犬、子犬お前犬と老人とね。誰のニーズを満たすねんそれは。マジでやばいよお前。やばいな店員にキュンって俺ほんま。でも過去振り返ったらあんま思わへんもん。あ、そうなの。いやいや別に店員も街もなくてもいいけどさ、誰かとデートぐらいせえよお前、うん、してんのか。いやーしてないしてないしてない。デートって言われるデートはしてないからね。ご飯食べに行ったとかあるけどね。その時になんでキュンとしてんの。キュン行くぐらいあるやろ。何。いやだからほんまにこれマジでだから最近の悩みですよこれ。もう何も感じず書いてくるの。まあなんかまあたまし何やろご飯食べたねみたいな。やばご飯食べたねえでマジで。女子と二人で飯食ってご飯なんか食べたねって帰ってくるだけ。もうやばいなマジで。いやこれはほんまに最近いよいよ独身やなって思ってる。枯れ切ってるやん。ほんまや。映像見てとかもないん全く。ああ、なんか可愛い子見て可愛いとかもちろんあるよ。あこんなことで遊び行きたいとかはある。うん。なんでそれは別にそうや、キュンやん、歴としたら。まあ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 、まあ、なんでやねん。多分もう画面の向こうも今みんな今の聞いて全員まあ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 ちょっと下、ちょっと下向いてそういうことじゃないってこと。いやまあまあそのうち大丈夫か。別にお前の人生の心配してへんねん。宿泊者の心配してへん。いや俺の人生心配もしろよちょっとは。お前の人生で大丈夫やろ。入れとけよパーセンテージ。好きにせえよそれは。祝賀詞の未来ですか。祝賀詞の直近のネタをお前もっと持ってこいよって言って。あ、オッケーオッケー、頑張る頑張る。なんかそんな本気で思ってんけどな。あ、ほんま本気で思うかお前。祝賀詞のために恋せよとか思わへんやんそれ。なんか結構それどころじゃないなって思い出してるのもあるよ。あ、人生単位でそう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 。あ、なんかご飯行ってもう2軒目行くかとか前やったら思ってたけど全然帰るとか増えたなとか。へえ。いやだからこっちに余裕がないときついよな。あ、確かにな。余裕っちゅうか余裕っていうかね、別にその困窮してるとかじゃないからあれだけど人生的な余裕。うん、気楽に今日はもう跳ね伸ばすぞみたいな。そう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 、何かを得ようとしないみたいな。そう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 、キュンを拾っていきますこれから。拾おうや、うん、俺らもやけど。え、で俺マジで結構感動してるさ。え、2人から結構感動してる。どういうこと。めっちゃ拾ってんなこいつはっていつも思う。ああ、だからもうほんまにそうやろ。俺がチャリ乗って巨乳とすれ違った話とかも。いやほんまに、うん、感動するやろ。そうなりたいと思わへんけど。いつもそれに結論的にはそれ。あ、結論はそれない。憧れてるわけじゃないんや。憧れはない。俺みたいにすれ違いで巨乳がとんとこうやってこうやって憧れるよ。憧れへんやろ。なんで憧れてほしいんですか。今日も動画見てくれてありがとう。僕たちね、ファンコミュニティファニコンというものをね、うん、やっておりまして、うん、そこでね、限定ライブ配信だったりだとか、うん、たまにこうスクラッチを開催したりだとか、うん、ね、いろいろちょっと特別感があるので、オフ会がちょっと安くなったりとか、うん、そういうのもいろいろあったりするので、はい、そこのね、ファンコミュニティに入ってる人たち同士でこう友達になったりとか、宿ファミというね、宿ファミ、結構みんな友達じゃない、はい、結構そういうのも、ね、うん、地方で集まったりとか、ね、うん、してはるね。限定ライブやってるんで、はいはい、僕たちが言いましたけどね、言いました、言いました月500円です、はいはいはい、そういうのもやってるので、方が概要欄チェックしてみてください。はい、ということで、今日も一日お疲れさん。